はい。じゃあ、あの、先ほどご紹介に預かりました、えっ、ー、と、ダイネマテリアルの北井と申します。えっ、ー、と、本日はよろしくお願いします。えっ、ー、と、時間の方ですね、約40分ほど、あの、お話をさせていただきたいと思います。すいません。 えっと、まあ、本日のですね、タイトルでございますが、えー、と、まずあの、全体のタイトルの中でですね、えっ、ー、と、共通しての、ま、話題に今回させていただいておるみたいですが、えっ、ー、と、ま、分析ということに対してですね、えっ、ー、と、ミクロとマクロということでですね、えー、ちょっと変わったタイトルをつけてみました。で、今まであの、TA Instrument さんとのですね、コラボレートで、えっと、複数、まあ、セミナーをさせていただいてるんですけども、 本日はですね、えーと、ミクロからマクロまで電池材料の横断的分析と電池消化というふうに対しまして、えー、少しお話をさせていただければと思っております、えーと。弊社はですね、不極材のメーカーになってございますが、まあ、不極材に関するちょっと、まあ、あ断面が多いので、えー、その辺ではご承知いただければと思います。えー、とまずですね、本日のお、まあ、進め方でございますが、えー、まずはちょっと目次の方に、えー、進めさせてください。 えとそうですね、えー、と本日、ですね、えー、とミクロとマクロの定義というのをまず最初にお話しさせていただきまして、えー、とその後電池製造の工程で、あと分析における横断的なメソッド、であとミクロ分析、えー、XRD と、まあ、電池事例、えー、マクロ分析と電池事例という形で進めさせていただきたいと思います。えー、と時間がちょっと長いですので、えーとまああの、気楽にまずは聞いていただければと思います。 え私の方もです、ね、えっ、ー、と電池のお仕事を、まあ、約10今年で28年、9年ほどさせていただいてるんですけども、おまあ、現在、ですね材料メーカーの方でうで、まあ、研究開発、製造日、まあ、営業という広い範囲のフィールドを活動している中で、かなりこの,あの、まあ、ミクロ的な立ち位置とマクロ的な立ち位置というのがまあ混在しているかなと最近思っております。 でえー、とまず、その中でまあミクロとマクロのそもそものまあここでいう定義というのをまず少しご説明というか、われわれが私どもが思っているまあ定義というのをご説明させていただければと思っています。まずはですね、えー、と通常、ミクロとマクロというのはこう一言で言うとなかなかあの難しいというのがございますので、 えと私の方でです、ね、少しこうあのチャット GPT を使ってです、ねえー、ミクロとマクロというのはどういう解釈かというのを、まあ、説明させてみましたで。それからさらに私の方でです、ね、えー、と職種の経験上、えー、今まで提案している、まあ、ミクロ・マクロ現象ですとか、分析というのを少しこう整理してみたものになります。でまず、えー、1つ目概念の方なんですけども えーとミクロとマクロ、それぞれの概念ですが、まあ、ミクロに関しては極めて小さなスケールでの現象や構造原子、分子、因電子レベルでの振る舞いや相互作用というふうに出てきております。でマクロに関しては、まあ、ここは肉眼で観察できる大きなスケールでの減少、まあ、物質全体の性質や大規模な、まあ、反応ですね、えーと、構造的な変化、い、まあ、えばです、ね、人間が感じれる官能、まあ、的な、まあ、挙動をメインとしたような現象というのがマクロかなと。 思っております、まあ、その中で、ですね、えー、とこのミクロとマクロというのをいかにこうつなげて解釈をしていかなければいかないかというのが、電池の難しさかなというふうに最近感じております。で、えー、と私がです、ねえー、と業界入ったのが2007年に電池業界に入ったときにです、ね、そのときの,、まあ、あの担当の技術の、まあ、責任者が、ですね、まあ、分からないこう現象が起こったときにです、ねえー、ミクロの決死験のようにこう電池の中に入りたいという,こうむちゃくちゃなことをよく言っていたんですね。 で私の世代ではちょっとまああの意味が分からなかったんですけども、まあ、このミクロの消し炎っていう,こう、昔、DVD で今、ジャケットを出してるんですが、1966年の映画なんですけども、まあ、人体の中にです、ね、入って、こう、眼、ま、層、あ、っていうんですかね、えー、悪いところを調査するっていう、まあこうまあ、ドラえもんでいうスモールライトのようなあ、まあ、装置を作って、えー、体の中に入り込むっていう映画だったんですね。 その後、まあ、あの80年代にミクロキズっていう映画がまあできたんですけど、まあ、いずれにしても人間っていうのはですね、あの従来見えない領域ですね、そういうものに対して非常にこうロマンを感じるというのがあるのかなと思っていますで。電池のやっぱり仕事をしているとですね、どうしてもこう目に見えない現象とほとんど戦うことが大半でございまして、例えば電池が膨れましたとか、ここに書いているのは体積膨張が起こりました。とか、あとはガスが出ましたとか。 まあ最近、その韓国の電池ですとこう爆発しますとか、いろんなまああのセンシャーショナルな話がありますけども、大体あのこうマイナスなイメージのある物事が大体マクロで捉えられる。それをどうやって解決しようかっていうとなると、大体ミクロなまあシステムでまあ解決するしかないと。例えば電池が膨らんでしまうので高圧自由で抑えましょうというマクロ的なアクションもあるんですが、おそらくほとんどのまあ電池メーカー及び材料メーカーの方々には、 まああの体積膨張のしないような材料を作りましょうとか、セル設計をしましょうという、ま,あ、まさにこうミクロのアクションというのがほとんどかと思います。まあ、そういう意味でかなりもともと無理のあるう、まあ、世界をこう生きているのかなというふうに、我々電池業界の人間は思っています。まあ、マクロの現象ですね、特にリチウムイオンの動きですとか、まあ、例えば SEI の話ですとか、右極であったらまあグラファイトに対するインターカレートの話ですとか。まあ あのほとんどですね人間が目に見えないような世界をいかにアプローチするかということが非常に重要だというふうに感じております。で、まあ、こっちらに書いてますとおり、ミクロの現象というのは、まあ、基本電池内部での原子分子レベルでの挙動を捉えていると、でマクロ現象はその結果として電池全体のパフォーマンスに現れる、つまりこう問題が起こったり、ですねいい結果、挙動が出た場合はマクロであって、まあ、その現象をです、ねえーまあ、解析するというのはだいたいミクロ現象を解析するしかない。 これを両者をですね、まあ、つなぐっていうのがこう材料メーカーのまあ重要な一つの、まあ、アクションなのかなと思っております。で、えー、とまあミクロとマクロの分、まあ、マクロと分析ということでですね、えー、実はあのミクロ分析、マクロ分析っていう言い方、これあまりされないんですけども、まあ、私がですね、えー、と材料解析をしている中で、まあ、どのスケール、どのサイズでまあ物事を見るかとか、あとはですね、直接的に見てるのか、間接的に見てるのかですね。 まあこういうことをよく、あの、まあ、社内でリディスカッションするときに、ね、使い分けをしているところです。でこのまあ定義、考え方もですね、えっ、ー、と、各社もしくはユーザーエンジニアにとって、ま、当然変わると思うんですが、まあ、我々、えー、私どもがですね、主にまあ見ておる、うまあ、ミクロの分析メソッドと、えー、マクロの分析メソッドを並べてみました。 で、まあ、ミクロのやっぱ代表例っていうのはですね、えー、SEM、電子顕微鏡であったり、えー、XRD であったり、XRF、XX、まあえー、線使うものですね。で、NMR ですとか、ESR、えー、あとは EBSD とか、まあ、FTR、MSL、RAMAN ですね。えーまあ、こういうふうな、やはりこう基本見てる現象面っていうのは、あ材料の、まあ、原子、イオンレベルのものを見るものが大半かなと。 であと、まああ、破壊分析でいくと、まあ、ICP ですとか、イオンクロマトですとか、GC、まあえー、マスですね、まあ、こういう分析学というのが主にあるのかなと思っています。で一方で、ですね、えー、とマクロ、官、ま、能、あ、的なお話というのは、非常にこう、まあ、本日の,まああのセミナーの主催者であります、まあ、レ,オレオロジーの、まあ、TA さんですね。まあ、これもやはり、あのー、かなりこうレオロジーを苦手意識されている方も非常に電池業界が多いのかなと、個人的には感じるんですけれども。 やはりレオロジーって体で感じる学問であるとで。その体で感じるものに対してどうやって定量的に、えー、評価するかっていうのが、まあ、レオロジーのそもそもの目的かと思います。で、それ以外に DSC ですとか t g d t a と言われるもんですね。 であと、まあ、ま、uh, PS、PSD で、まあ G C、GCLC も一応こちらに入れてみました。まあ、これは、あのー、そもそものガスクロマトグラフとかですね、A、クロマトグラフで人間のまあ目で見て、昔こう観察してる、うまあ、リテーションタイムで測るような分析でもあったということで、まあ、これはこちらに入れています。あと、ま、ペーハー測定ですとか、密度測定。で、あと、ま、オイルアブソプション、給油量ですね。で、あの、固定炭素量ですとか、SCKONHK。まあ、 どちらかというと、人間の感じる学問が主体になっているのかなと思っております。で、まあ、これもですね、先ほどから申し上げたその定義の世界って非常に難しいので、いやいや、そんなことねえよと言われる方もおっしゃれると思いますが、本日はこのお、まあ、マクロとミクロということをタイトルにして、ですね、うん、えレオロジーに関しては D インスルメント社、であと、X 線に関しては XRD 含めですね、このブルカーさんとお、まあ、3社でですね、えー、セミナーをさせていただくと。 とといいいいうことでお付き合いいただければと思いますでまずあの構造分析に関しては、ですね大半がミクロ側に集中しているのかなと思っております。でその,まああのミクロ分析がですねマクロ現象と直接的にリンクするというのがなかなかまあ分かりにくいと、ね、まあ、ほとんど電池のまあ品質管理に関してはもう直接的にまああの、まあ、マクロを使うパターンが多いですので、なかなかこのミクロとマクロがリンクしにくい、まあ、理解しにくいということがあるのかなと思っております。 でまあ、下に書いてますーリり、ミクロ内、マクロ内では、まあ、この中でではですね、まあ、大体やっぱり現象面が近しいところがあるので、まあ、相関する現象や分析事例というのが多いのかなと。でただ、この垣根をですね、超えて、えー、ディスカッションする事例というのは、やっぱりあまり多くないのかなと思っております。で一方で、電池作りというのはマクロ現象を c 管理に落とし込む事例が多いということで、やはり、まあ、ここからですね、現象をこう 品質安定化させるんですけども、まあ、その背景にはまあこういう、まあ、ミクロ分析というのは非常にまあ重要な学問ですので、まあ、このへんもです、ね、抑えた上でまあ材料選定をしなければいけないということで、なかなかこう分析にお悩みになられる方が多いのかなと思っています。で続きまして、リチウム4電池の材料、まあ、サイズですね、こちらの方もちょっとお話しさせていただきたいと思います。これもも私どもがです、ね、扱ってる材料ですとか まあその電池メーカーさんとお話しする中で感じるまあサイズ感、スケール感なんですが、まあ、一つ固体因子ですね、固体の材料というのはまあ基本まあ主要因子である正極材不極材あとは除剤ですね、マインダー、まあ、こういうのはだってミクロンサイズが主かなと思っております。でえー、基本的なですねナノからマイクロレンジ、まあ、小さなものですとまあ数十ナノメーターという世界の。 粒子から大きいものであれば数十ミクロメーターの材料を加工する技術が必要だという形になっておるかと思います。特にリチウムイオン電池の電極板を作るというのは非常にノウハウの塊なんですけども、その際でのシート状のサイズというのはですね大体マクロは電池ということで、薄いものであれば数ミクロンサイズ、例えばセパレーターですと、今だったら数ミクロンサイズの10ミクロンアンダーのセパレーターが多い。 一方で、厚い電極版ですと、数百ミクロン、最近ですと、大体100ミクロンを超えてくるような電極も片面ト符で増えてきているのかなというイメージですね。そうすると、異物に関してはマイクロレンジで感じなきゃいけないということで、数ミクロンの異物から大きいものでも数百ミクロンレンジということで、やはり常に争っているこの辺の議論ですね、大体やっぱりマクロだったりミクロだったり、言い方ちょっとあるんですが。 まああのこのレンジの中で、まあ、勝負していかなければいけないというところかと思います。で弊社が扱っている不極材料に関しては、ですね、えー、とやはり不極の中の、まあ、よく言うその相関距離、盲面距離ですね、盲面間距離というのはまあ常にオングスロモーダーの世界の話です。で結晶子サイズと言われる、ーまあ、この盲面の広さと言われるものもでナノレンジである。まあ、そういう意味で、やはりこ,うこの辺の世界をです、ね、しっかりこう観測したり。 ディスカッションしたりっていう技法が、まあ、あの材料の開発の中でやっぱ下で再生しているのかなと思います。で、液体の因子、これもちょっと書ああけばきりがないんですけども、分、まああまあ、かりやすくとリチウム、イオン電池の、まあ、ベースの話を今日はさせていただこうかなと思ってますので、まあ、リチウムであればイオン半径が0.76オンスローです。で、ナトリウムであれば1.02。 まあそれぞれ大体サイズの大きさが決まってますので、そのサイズでまあ最適なまあ服があるというイメージかと思います。で実際、リチウムイオン電池のミクロ的思考ということで、まあ、これも負極材メーカーの弊社で、えー、あるということで、ちょっとこういう議論をさせていただくんですが、まあ、そもそもあの教科書にも載ってるんですが、なぜリチウムイオン電池なのか、リチウム電池とは言わないのか、まあ、これ非常に答えはシンプルでして、 基本的に、まあ、通常動作時にです、ね、リチウムイオン電池というものは、まあ、リチウム、金属リチウムで積出するプロセスが一度もないと。まあ、正極に関しても、まあ、あの繊維金属を主とする、まあ、コバルトサンリチウムですとか、マンガーサンリチウム、こういうものをベ、まあ、ースとした、まあ、正極に負極は、まあ、インターカレート系の材料を使うで。そうすると通常電池として動作している範囲ではです、ねえー、リチウムが積出するということは起こりませんので、まあ、あのリチウム電池とは呼ばない。 これは1991年ソニーさんが量産されたときに、初めて名付けた言葉だということであります。つまりこのリチウムイオン電池っていうのは、すべてイオンの世界で議論する必要があると。最近、ハリのナトリウムイオンですね、まあ彼らソディウムイオン電バッテリーって言い方をしますけども、まあ、こういうものも、ですねやはりそのイオンサイズって非常に重要な議論という形になります。 この後も議論させていただくんですが、国営に詳しい方はよく議論される中で、まあ、D002 面と言われるこの面間距離ですね。まあ、この毛面の毛面間距離っていうのが、まあ、リチウムをきれいに配位する大きさになってないと容量が出ません、まあ、出にくいですということで、まあ、この大体相関距離は0.35ですね。オングストロームって非常にまあ小さなところにリチウムがこう配位するで。逆にじゃあ、負極材これ、弊社の負極材の1つの位置写真なんですけども、 まあ大体大きいので、まあ、20ミクロン、小さなものでもまあ5ミクロン、こういうものをまあ複合して使うパターンが多いですが、大体この黒煙粒子の直径は20ミクロンぐらいだとした場合、表面にです、ねえー、とカーボンコーティングというのを施します。でそうすると、この辺の距離はまたこれナノメーターオーダーの世界であるということで、非常にこうマルチサイズなです、ねえー、議論を極端しなきゃいけないというのがポイントになるかと思います。 で一方で、まあ、電解質ですね、まあ、特にこの今日は電解液の話はちょっとしないんですが、えーまあ、電解液も溶媒、ね、は形成して動いているというますが、かりやすく言うとです、ねおお、イオン半径の大きさというのは、よく固体電池をされたりし、もしくはポリマー電池をされているような研究者の方というのはです、ね、まあ、昔からある議論なんですけれども、ポリエチナオキサイダーに対するアルカリ塩を投入すると、まあ、これ、非常にあの実はイオン半径があものすごく重要なあのメカニズムでございまして、 まあこのクラウンエーテルと言われるものの中に、このセンターにです、ね、リチウムが4座配位する、ちょうど大きさが決まっていると。なので、えー、このクラウンエーテルの、まあ、種類によってです、ね、リチウムが配位するもの、カリウムが配位するもの、まあ、決まっておる。なので、やはりこうイオンのサイズっていうのを意識して、えー、材料選定しなければいけないっていう一つの事例です。 でまあ、あのこれも投稿の,のところでの先生のちょっとホームページをお借りしてきたんですけど、ポリエチレンオキサイドの、まあ、固体電解質メンブレン、まあ、これもですね、実際は透明のきれいなメンブレンんですが、まあ、イオン的なサイズでいくと、まあ、ポリエチレンオキサイドのエーテル酸素にですねリチウムカチオンが配位するような形で、か、えー、離した状態でいていると。まあ、これは CG が LIPU6 の c ンだとしますと、こちらが p フ6カニオンで、まあ、カチオンがこのように配、まあ、位しておると。 ということで、ちょうどいいサイズがですね、べ、えー、てにおいてあるよということで、基本的にチュミオン電池というのは、ですね、現象面はあマクロな現象が起こるんですが、実際のおドライブしているそもそものお、まあ、担ぎ手ですね、これは、まあ、イオンというのは非常に小さなあのサイズで動いているということで、まあ、ミクロとマクロをオーナ断ーしなければいけないということがご理解いただけたかと思います。 で、えー、先ほどからお話しているこのミクロとマクロのオーダーについてですね、お話していく中で、えー、私のまあセミナーでさせていただくパターンが多いんですが、やはりこの電池製造の工程っていうのが非常にこう、まあ、重要だ,だと思ってます。つまりその電池自体はですね当然目に見える、手で持てる大きなサイズなんですけれども、まあ、それを構成する主要素の部品っていうのは、先ほどから申し上げている同電除材であれば、サボミクロンであったり、数十ナノミーターという小さなまあ一時粒子のものを、 まあ手で持てるような大きさを形成するとか、まあ、そういう意味で、一つの構成部品の大きさがですね、これだけマルチレンジで違うっていうのは、なかなかこう面白い材料だなと、電池だなと思っております。ちょっとここのお話は、の今日はあの少し飛ばしてお話をします。えー、詳細なプロセスですね、あの最近、バスクさんの方でえ非常にえ綺麗な映像があの作られてます。 で私がのご説明するよりもお、このバスクのホームページのですね、YouTube 見ていただけると、リチウム4電池の製造プロセスっていうのは非常にあの丁寧にあの動画化されております。で海外はあの LG とかですね、サムスンとかは割と早い段階からこういう電池の製造プロセスっていうのを まあ見せてきたんですけども、日本は若干遅れ気味であったということもあってです、ね、なかなかこう製造プロセスが明確でなかったんですけども、まあ、最近は非常にあのオープンにです、ねえー、なってきておって、まあ、もし、工程プロセスに対して、ご不明な方が来られたら、まあ、バスクのホームページ見ていただければいいのかなと思っています。 本日のまあディスカッションというのはこの、特にこの上流工程ですね、えー、と材料のまあ X 線解析のお話ですとか、まあ、レオロジーというお話をさせていただこうと思っております。で、まあ、電池性能を決める上流工程、これもですね、えー、話すとすごく長くなってしまうんですが、まあ、こういう黒い粉末をシート状にするということで、まあ、材料のですね、えー、サイズはマルチサイズ的に大きく変わりますし、 まあ粉体からシートという形で、非常にこの源泉工程というのが重要だということは、今までのセミナーでも、数多くお話しさせていただいております。特に増量工程のポイントなんですけれども、やはりこの粉をです、ね、インクに作るっていう、スラリー化するっていうプロセスが非常に重要でございまして、まあ、この管理指標というので、本日もお話ししていただきます、レオロジーというのがやっぱり重要だということが、あの後でお分かりかと思います。 あの詳細なプロセスのは先ほどから申し上げている通り、少し割愛させていただきます。もし、あの今回のです、ね、セミナーで、えー、こういうのを教えてほしいよとか、こういうことを聞きたいよというのがあれば、またあのもう、まあ、チャットのところで,です、ねえー、ご質問いただければ、あの後日、TN スリメントさん経由で、えー、お返事させていただきますので、遠慮なくご質問いただければと思っております。 でえーとまあ、本日のメインであるこの3番、4番、5番、こういうコですね、えー、この後約、えー、20分ほど時間かけてお話をさせていただければと思っております。まずですね、えー、冒頭からのご説明になるんですが、リチイオ4電池における粉体の代表例、まあ、活物伏せ、電除剤あとバインダーですね、で正極、不極、コート、セパレーター、まあ、これもセパレーターと思ってください。まあ、ここの材料に対して、えー、材料とサイズ感をエイヤと、まあ、記入してみました。 で見ていただいたとおり、先ほどもお話しているとおり、まあ、小さなものですと、まあ、シリコン系の付却剤ですとか、カーボンナノチューブ、あーこういうものを入れると、ですね、やはり数十ナノミーターぐらいのレンジから、負極であれば、大きなグラファイトであれば20ミクロンという形で、まあ、レンジでいくと、まあ、5桁ぐらい変わるような世界観を行ったり来たりしていくと。で正局に関しては、やはり同じぐらいのレンジを、まあ、行ったり来たりしていると。 まあそういう意味でこういうものをですね、えー、とミキシングして、えーまあ、インクを作るというのは非常にいい、まあ、やり方を間違えばですね、まあ、ゲルになってしまったり、まあ、粒子が凝集してしまったりということで、えー、と苦労されているのかなと思います。でここもですね、えー、と過去からいろいろお話をさせていただいているんですが、ちょっとレオロジーの話というのは、 まあとのですね川田さんにお譲りをしまして、基本的にですね良いスラリーと悪いスラリーっていうのは、いつも議論させていただいているんですが、基本的にまあ電池特性をよくて、かつ印刷特性もいい、両立ができるようなスラリーっというのがやはりベストであるよと。悪いスラリーっていうのは、アンバランスで電池特性はいいんだけど、印刷できないですとか、逆に印刷はできるんですけど、性能が出ない、こういうインクっていうのをまあ作らないようにまあ改善しましょうと。 その時に必要なパラメーターというのがレオルジーですというのをいつも議論させていただいています。まあ、この辺はまたあの川田さんの方からご説明いただけるかと思いますので、えー、まだ後ほど聞いていただければと思います。で、えー、とこの資料もですね、また、あ、後ほどあの主催者 TA さんの方からまだ共有いただけますので、えー、とまたざっと眺めていただければと思うんですが、やはりですね、えー、と分析とこう、 まあ最終製品っていうのはこう横断的にですねアプローチをしなければいけないということで、スタートの源泉まあ部分からですね最終の電池工程までえ検査プロセスっていうのをこう縦に並べてみたと。材料でえ例えばこういう分析技法とに関しては、このような分析テーマで議論しますよということを書いています。少しこうあの上流の部分だけ簡単にえ本日お話をさせていただこうと思うんですが、 やはりこの材料に関しては、ですねサイズを測るってみると、流、まあ、度分布計であったり、まあ、電子顕微鏡であったりですね、まあ、こういうもので材料を測るとで。それ以外のまあ分析としては、表面積、これ、反応場に関しても、まあ、どれぐらいのまあポアサイズがありますかとか、非表面積どれぐらい開いてますか、まあ、こういうものもですね、えー、実際、非表面積計で測る。 これも面白いのはですね、えー、と粉体で悲、まあ、面を測ることが確かに多いんですが、実際の電極板を塗布した後にですね、悲面を測るっていうのは結構重要なプロセスです。当然あの、塗布板のですね、えー、非表面積が最初、電池特性に効きますので、えー、実際正しく非表面積が出てるのか、逆に非常に非表面積が広くないかとです、ね。と、まあ。こういうあの工程を横断するような分析っていうのは非常に重要な分析学のかなと思います。 であと、抵抗ですね。これも最近あの、結構、まあ、4部門ですね。すべてのセクションでも抵抗っていう議論がまあされてきてまして。まあ、材料においては、まあ、本日もお話ししますが、粉体抵抗と、まあ、XRD という分体抵抗ですね。であと、スラリーインピーダンスというインク状でのまあ抵抗値。でさらに、塗布後の電極板の貫通抵抗。で最終電池におけるまあ出力特性に関係するインピーダンスです、ね。まあ、こういう意味ですごくあの横方向にくが入るような分析っていうのはまあ非常に面白いし、 逆に工程不良が起こったときに、まあ、どこで逆に電池特性が悪くなっているのかというのを同じ分析メソッドで評価できるということで、こういう分析っていうのをできれば増やしていきたいというのが私のお考えでもあります。あとは、あちょっと細かなところをお話しすると時間がつきませんので、えー、少し割愛させていただいて、次のところに進めさせていただきたいと思います。で量産工程における不良を発生させない仕組み作りということで、こちらもですね、 え先ほどの、まあ、あ一覧表のお細かく落とし込んだ資料になってございますが、まあ、材料、混練渡航という各プロセスにおいて、ですね、まあ、どのようなあの要求項があるかということを書いております。でこれまあ見ていただいたとおり、だんだんにですね、えー、とまあ要求項が上流にいけば当然増えるということで、まあ、いかにいい材料をですね選ぶか、逆にいかにいい材料を材料メーカーさんが供給していただくかと。そうすれば、後ろのプロセスで大きなトラブルが起こらないと。 特に、ね、コンレンジのスラリーというのは、あまあ、人間がこう肌で感じれるマクロ分析の事例でございますので、やはりこのマクロ分析を重要にしながら、どのような電極音が作るかというのを推測しなければいけないということで、この後のスラリーの話にもつながるというふうにお考えください。 でまあ、ここもですね、えー、とスラーリーの技法っていうのも、かなり TA さんのセミナーで、えー、過去お話しさせていただいてございます。えー、と興味のある方はですね、えー、とまたあの主催者の方に聞いていただければ、YouTube でのリンクとか送っていただけると思いますので、また見ていただければと思います。えーとまあ、スラーリーの評価に関してはです、ね、直接法であるか、間接法であるか、えー、とミクロ分析か、マクロ現象か、まあ、これ非常に重要かなと思っております。 例えば直接法であればです、ねえー、流度分布で分散状態を見すます、あ。スラリーインピーダンスを測って、電気的にどれぐらい電気流れます。間、ま、接、あ、法って言われるものでいくと、まあ、動的粘弾性のレオロジーですとか、ゼータ電位ですね。まあ、こういう的に間接的な、まあ、動きを、まあ、見るというのが、やはり重要なところかな。なので、まあえー、ミクロもマクロもです、ね、横断的に分析値を、まあ、把握しなければいけないというのも、スラリーの重要なのかなと思います。 で最後はやはりですね、えー、と電池で答え合わせをするというので、本日もそのお話を少しさせていただこうと思います。で正極スライの概要、不局スライの概要、ちょっとこちらの方すいません、時間の都合で、えー、割愛させていただきます。先ほどのまあサイズ感のことの話をまあ繰り返させていただいておりますので、まあ、先ほどのおご説明でご容赦ください。えー、とスライの分析装置、これもです、ね、本日の主催者さんのまあ動的年輪性のレオメーターと。 ということで、こちらの方の、まあ、ご説明というのは、後ほどいただけるかと思います。 えそれでですね、最後、4番、5番ということで、少しこう電池の事例とですね、ミクロ分析というのをお話しさせていただこうと思います。4番のこの XRD に関しては、後ほどブルカーの森岡様からいろいろお話をいただけるということで、またそちらの方でしっかりとあのまあ基礎的なところを見ていただければと思います。5番目に関してのレオロジーに関しても、後ほど T.A. インスルメントさんの方からご説明いただけると思います。私の方はですね、実際のこのブルカーさんにとっていただいたデータと、 電池のリンクした事例、えー、あと5番目に関しては、エオロジーと電池の事例というのをお話しさせていただこうと思っております。でまず、XRD と電池材料特性ということで、これ、付極に関してですね、ちょっと断面的なお話をさせていただきますが、まあ、炭素材料の分析に関して、やはりですね基礎的な材料設計に関しては、やっぱり XRD とラマンというのが非常に多い,い,いかなと思っております。で特に黒塩化物では、XRD から取られる情報が非常に多いということで、 あのディーゼルに有容量判定ですとか、えー、学信法ですね、カーボンアナライザーっていうのも,もう古くからかなり浸透している技法だというふうに理解しています。それ以外のパラメータも非常に重要なパラメータございますので、これがはフルカードの方からご発表いただくということで、後ほどお楽しみください。で、えー、本日はですね、ちょっと基礎的なお話にはなるんですが、 えー、d 0 0に違いですね、えっ、ー、と、まあ、モ面間距離の違いによって、負極容量が変わるよっていうのは、教科書でよく載ってるんですが、まあ、弊社の負極材でですね、えー、とまあ、実際研究開発で使っている負極材で、えー、取ったデータをですね、えー、説明をしながら、少しお話をさせていただきたいと思います。で、まず、えー、XRD の結果と、まあ、電池容量ということで、えー、こちらの方のデータをお話しさせていただきます。 えー、先ほどから申し上げているように、国営の相関の距離である、も面間距離いい、ね、相関距離という意ですけど、D002 面の大きさに対して、えー、どのような重保電容量が出ますかというのを、まあ、データ化しております。で本日、この4つのです、ね、材料について少しお話をさせていただきたいと思います。まずあの、弊社のスタンダードのグレードである、まあ、天然国営の15ミクロンをベースに、まあ、それをですね、 表面にポリマーコーティングをした材料ですねで。さらに、この材料をベースにです、ねえー、3000度でグラフタイプして、もともと天然国営なんですけれども、さらに熱循環をさせることによって、性能改善をしているグレードになります。でこちらの DG8A と言われるのは、もう原料が生コークスでシンセティックグラファイトということで、ものすごく安く流通されているものでございます。 この4つをですね、えー、とブルカ社にエクサルディ測定をしていただいたという結果になります。えー、実は D002 面の相関距離というのをまあ見ていただくと、一番まあ相関距離が迫っているのです、ねえー、が、まあ、このグラフ、サイズしたものですね。0.33554。まあ、あのリチウムイオン電池として一番いい相関距離、まあ、理論上0.3354ですので、まあ、もうほぼほぼ相関距離、理論上に近いと。 その次がですね、天然黒煙の単独品、ポリマーコードということで、一番悪いのが、まあ、天然、えー、人造黒煙というのがわかるかと思いますです。こちらのデータも見ていただくと、実際、そこのデータとどこがリンクしているかとと、この部分ですね、えー、特にその0.2 c のキャパシティ、容量部分を見ていただくと、相関距離が開くにつれて、ですね、えー、リチウムの、まあ、容量が下がる。 でリチウムイオン電池 LI c 力構造を取ったとき373っていう理論容量がございますので、まあ、相関距離が理想に近ければ近いほど、まあ、容量が稼げるということになっています。まあ、そういう意味であの相関距離をです、ね、いかに最適に縮めるかっていうのがこの黒煙の世界では重要視されている。最近は360がやっぱり出ないとです、ね、天然黒煙じゃないよというようなお声もありますけども、 まあ熱順化することによって、えー、相関距離ですね、毛面距離も、毛面間距離が短くなって、かつ、えー、こういうふうな充電効率も上がります。これは熱順化することによって、えーまあ、相関のです、ね、距離が短くなるだけではなくて、えー、毛面の,その一番外側ですね、地面っていうのが収縮、まあ、されて、えー、トリートメントされてですね、えーまあ、ダングリングモンドと言われるものが外れると。 それによって、電解液の副反応が抑えられるということで、えーまあ、このような現象が見られます。まあ、そういう意味で、この X 線のまあデータを見ると、ですね、非常にまあ電池にどうリンクするのかなっていう、教科書によく載ってるんですけども、材料が同じであっても、加工プロセスを変えるだけでも相関距離が変わりますとで。さらに容量も変わるというのが非常に分かると思います。まあ、そういう意味で材料設計をする段階で、ですね、やはり XRD というのは非常に重要な分析技法であるというのが分かるかと思います。 で2つ目ですが、これも、まあ、XRD の結果と電子伝導性、これは粉体を圧縮させてですね、ペレット化したときの粉体圧縮抵抗を取っております。で今回はですね、毛、えー、面の広さと言われる、毛、まあ、面間距離ではなくですね、毛面の広さ、えー、層の広さですね、これをまあ測っていただいていますで。110の大きさをまあ並べた。材料は先ほどと全く同じです。 っ、えー、とメ面の大きさを見てやるとですね、えー、一番大きいのがあ、まあ、このナチュラルグラファイトとグラフタイズしたもの。まあ、これが204ナノミーターですねで。201に対して、まあメ面の大きさが広がっていくのが分かると逆に、えー、ポリマーコーティングしてしまうと、まあメ面の大きさがあ見かけ上小さくなってしまう。まあ、あの<ー>これいろいろ小説、我々の中でもディスカッションしてるんですけれども、まあ、ポリマーがあーこの毛面の中に入り込んでしまったとか、 もしくは見かけ上、まあ、大きさが小さくなってしまうということで実際あの毛面の大きさが短くなっているというのがあの X 線で分かっています。でさらに一番網、まあ、面の短いものというのは、まあ、人造黒煙の82。でこれを横軸に網面の広さをとって縦軸に材料のまあコンダクティビティです、ね、を見てやると非常に、えー、強い相関性がある。1つだけ突出して。 出ておるるものがあるでこれ何だろうっていうふうにディスカッションをするとですね、これはあの先ほどから申している204っていう値に対して760っ非常に、えーまあ、一つポコッと頭出てるんです。これはあの黒塩化したものですね、材料を黒塩化したもの、これを黒塩化することによって、えー、コンダクティビティが急に上がって。 これも、あの、先ほどから申し上げているとおり、その相関距離も中間縮まるだけではなくてですね、毛面も少し広がる。で、さらに、その毛面の外側の H 部分もですね、熱循化されることによって、活性プロトンが切れる。そういういろんなまあ複合効果によって、電子ネ度性が上がるのかなというふうに解釈します。で、今回のこのデータ見ていただいたとおりですね、XRD で非常にこう材料の特徴っていうのが見えるということで、 まあこの分析技法というのは非常にベーシ,カルなとこなベーシックなところなんですけども、非常にあの電池としては基本的なことをされているというふうに理解をしております。でただしです、ね、これ見ていただいて注意,、まあ、注意しなければいけないのは、この粉体の抹色抵抗でございますので、あくまでこのあの、まあ、コンダクティビティだけ見てると倍以上変わっているように見える。なので、人造黒鉛より天然黒鉛の黒鉛化したものは抵抗値が二分の一になって、すごく電池特性が出るんじゃないか。 ということを言われるんですが、これはちょっと間違ってまして、材料のです、ねえー、抵抗値っていうのは、あくまで電子抵抗と、まあ、不極板の中にある、まあ、反応抵抗ですとか、イオン格差の格差抵抗ですとか、溶液抵抗というのが、そういう意味で、えー、電子的な抵抗が支配している部分というのは非常に小さい。まあ、大半はですね、えー、と界面との反応抵抗や溶液抵抗というのが圧倒的に大きいですので、 残念ながら材料だけを、まあ、あの突き詰めてもだめで、やはり電解液との相性ですとか、えー、表面の処理ですとか、まあ、こういうのも総合的に聞いて、電磁の特性は関係するというふうに、えー、理解をしていただければと思います。ただ材料自身としての、まあ、キャラクタリゼーションというのは非常に重要なあ、まあ、プロセスだというふうに言えるかと思います。 まあ、あのまとめの方、先ほどから申し上げている通り、ちょっとこちらの方はあスキップさせていただきますが、まあ、X 線解説というのは非常に重要ですよと。最近、電池メーカーさんとの議論で少なくなったんですが、やはり、まあ、この辺の基本的なベーシックなあ技法というのは、はしっかり押さえておくべきというふうに考えております。えー、それではですね、最後なんですが、えーまあ、マクロ分析である量との電池の相関。これもあの過去の えー、セクションでですね、えー、何度もお話しさせていただいているんですが、非常にあの綺麗なデータですので、まあ、今回もお話しさせていただこうと思っています、えーと。これはレオロジーで、まああの、正極のレオロジーを取って、えー、評価したと。で、その時にですね、NCM とアセチレンブラック、PVDF をこういう処方で、まあ、インクを作りましたで。そのインクを作った時にですね意図的に、えーまあ、あ条件を変えてやっていると。 で水準1っていうのが、あまあ、電ペーストですね。カーボンブラックのペーストを作って、一番、まあ、分散がいいだろうというやり方で、えー、作った手法。で、えっ、ー、と、水準2が、えっ、ー、と、粉体混合と言われる、まあ、粉だけ混ぜてですね、その後に溶媒を入れて、分散させた方法。で、えー、3番目っていうのは、その2番目よりさらに、こう、分散を弱くした方法。4番はあ、通常のこの粉体混合よりも強い強度で分散させた。 でここら辺の議論というのはですね、えー、話し出すとまた長くなっちゃうんですけども、粘、ま、土、あ、回復と言われる、行、まあ、き換りですレオルジ的なお話ではこの後とまたしていただくということで、粘土回復の速さを議論したときに、粘土回復が遅いスラリーというのは、縫ったときにどうしてもきれいに塗れない、だれてしまうというような問題が起こります。で年段性って言われるものですね。 男性っていうのは基本的にスラリーが男性的で、まあ、特にその塗布したときに、えー、まあ徒歩村になりやすいかどうかあとは鎮校しやすいかこういう議論をよくさせているでよく議論の中で一番いいスラリーなんですかっていう話になったときに、えー、低周波側ですねレオロジの低周波側では男性値が高く高周波側ではあ年生値が高いようなものですねで年性が高いものが まあ、イースラリーですっていう話をするんですが、まあ、これどういうことかというと、まあ、あインクが止まっているときですね、つまり貯蔵しているときは男性的で、まあ、プリンのような形でほとんど形状変化しない。だけど、周波数が高くなる、塗布したときに洗断がかかると、えーまあ、塗布した後のまの、あ、流動性が発現するということで、まあ、非常にイン,スインクとしては一番理想的な正常を持つ。この中で、えー、年段性のバランスもよくて、生き返りもいいのが、まあ まあ、水色の、あ、ませ、あ、ん青の CB ペースト法であったという評価です。でこれをまあ電池で評価してみましょうということで、電池で評価してたというのがこちらのデータです。水準1、2、3、4で、電池の初回の効率。で、出力特性ですね。えー、サイクルの維持率。こちらをまあ並べてみてはしたっていうデータです。で、これ、バラつきですね。電極管内でのバラつきを見てみたていうですで。これを見ていただくと、お まあ薄い水色でハッチングしている部分ですね、これがあのチャンピオンですと、各項目におけるチャンピオンです。でチャンピオンの、まあ、ボリュームが多いところ、どこですかって並べてやると、えー、水準4以外はまあ3、3、4という形で、まあ、微妙なキック抗しているところはあるんですが、やはり、あのーまあ、レオロジー結果的にもです、ね、先ほども水準に1、2、3、4という順番でいいのかなというところで完全に購入ンシェるの結果に近しいと。 やはりレオロジーが悪いものは電池特性も悪くて、レオロジーがいいものはまあ電池特性がいいと。これは特にその導電ペーストを作るときにですね、えーと、カーボンの、まあ、網目構造と言われるんですが、まあ、カーボンペーストがきれいに分散していると、やはりその動的粘弾性で弾性支配値に上がってくる。まあ、そういう意味でレオロジーを見てやれば、ある程度材料のペーストの分散性が分かるという事例でございます。 まそういう意味でですね、えーまあ、マクロっていうことで、えー、今回ですね、えーまあ、レオロジー特性と電子特性というのは、まあ、比較的強い相関があると。で特に正極では酸成分と言われる、まあ、正極剤、導電除剤、ポリマー、まあ、この3成分をですね、ミキシングするので、それぞれが異なるレオロジー正常を発現してしまう。正極剤だけ、えーまあ、NMP に溶いてもらうと、分散してもらうと、おそらくうー、まあ、あー沈降しやすい。 導電だけ分散させてしまうと弾性値が強いそれを適度に配合させて、えー、PVDF であるバインダーを加えることによって最適な印刷税助を作ると、まあ、そういう意味でレオロジーを管理しておけばですね、えー、非常にいいいい大触れすることはないと思っていただければと思いますで、まあ、ここにちょっと締めくくりなんですが、まあ、レオロジーっていうのはですね今脳的年段と、えーまあ、フローと言われる、まあ、先段ですね え先端年度で行き帰りしか、まあ、はデータをお見せしていないんですけれども、まあ、取れるデータあるというのは非常に、えー、XRD と同じく多いです。で、えー、一方で、まあ、比較的簡便にですね、えー、15分ぐらいで、えー、インクの特性を取れますので、まあ、その取ったデータからですね、えー、いろんな、まあ、解析をしていただければというふうに思っております。で以上があの枕のお解析ディレイでございました。で今回ですね、えー、約40分にわたってお話をさせていただいたんですが、 えー、ポイントはですね、えー、こちらの3つになろうかと思っています。でまず、電池および材料において、ミクロとマクロの質問で議論したり、交差したりすることの重要性をご説明させていただきました、えー。特にミクロと電池特性、マクロと電池特性、ミクロとマクロの融合などを検討するきっかけとしていただければあの幸いでございます。でよく今回のですね、えーと、ブルカー社、あと TA インスルメント社のこの得意とする土俵っていうのが、 え比較的ちょっと、まあ、あ離れてるんですけども、やはり大切なのはですね、えー、同じ材料、同じ土俵ですね、同じ材料や同じ言語でですね、えー、横断的にアプローチをするということが非常に重要かと思っておりますので、まあ、今回、えー、私の発表をそれをきっかけにしていただければと思ってございます。えー、と発表の方は以上となります。ありがとうございます。